はい、皆さんこんにちは。今日はですね、東京都杉並区荻窪にあります教会通り商店街の番組をお届けいたします。今日は司会を務めさせていただきます。杉並テレビ杉並で住民ディレクター活動をしております高橋明子と申します。同じく溝江琴彦と言います。よろしくお願いします。初めに住民ディレクター番組と申し上げたんですけれども、これは、私たち地元に住んでいる住民がもう自分たちでビデオを構えて自分たちの生活のことをお伝えしようという、活動なんですけれども、今回は商店街の番組ということで、こちら今日はまず、教会通り商店会の会長さんの斉藤さんにですね、教会通り商店街ちょっとブラブラ、春菜屋の高井さんと一緒に歩いていただきましたので、そのビデオを見ながらですね、ちょっとお話を伺いたいと思います。それで、今回商店街の皆様にも、ビデオを持っていただいて、あの番組を作らせていただきました。どうぞよろしくお願いします。それでは最初に、商店会長と歩くブラブラ歩きということで VTR をご覧いただきたいと思います。はい、VTR お願いします。はい、まず教会通りどこにあるんでしょうか。はい、教会通りは荻窪の北口なんですね。駅のすぐ前 の、 あの商店街になっております。俺が来た時はこの辺原っぱ30年前ですね。なんと原っぱだったということで駅前の一等地がそうですね、もう戦後はほとんど原っぱでした。ただ戦災に遭ってませんので、今お席いただくと分かると思うんで、もっと昔はね、ここがねコーヒー屋さんだったの。それ知ってる方は少ないと思います。ここの辺でね、おじさんがねコーヒー豆をねこんな風に、いやなんか目に浮かぶようなご紹介ですけども、ここは高井さんとブラブラ歩きということで、本当にこれ私どもの商店街、青梅街道からちょっと入っただけでも本当に全く変わった雰囲気になっております。車がほとんど通らないですよね。この奥に私どもの商店街の名前の由来になっております天沼教会がございますんですね。でその天沼教会にの付属みたいな形で衛生病院になります。この教会さんも病院さんも教会、商店会の会員さんでいらっしゃるということで、商店会の会員になっていただいておりまして、何かありますとね一緒にご協力いただいているような形になっております。商店会の古いこと今話してるの、はい、古い話だと特やっぱり古いんだよ43年経つ。昔はほら衛生病院に駐車場がなかったから、ここゾロ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 すごかったもんね。こんね、あの人何ヶ月何ヶ月なんて言いながらね、その当時私が子供を少しお腹大きくて仕事し始めたから、で産みながら仕事してたから、だからね、もうちゃんと赤ちゃんのものとお腹の検査も置いといてあげないと。天沼はやっぱしね、こう自分のずっとここでお産もしたし、それからなんか子供たちも思い出が、ここの路地がすごい思い出があって、懐かしくて、これはもう今日で実は最後なんです。この明日とって明日と、明日、あ、そうなんですか。新しい形で出発することにしましょう、はいね、ここが実は撮影させていただいた日がこのアーチの最後の日だったということで、そうなんです、はい、もう本当に記念の日に撮っていただいてありがたいと思いますが、仲良しなんです、本当に仲良しなんですね、はい、だからもう商店主なんかもみんな名前で呼び合ったりなんかするような感じでしてね、はい、それがお客様にいい形で受け入れていただいているようなだと思っておりますんですけどね。ありがとうございます、はい、それではその仲良しの皆さんにこれから順番に出ていただいて商店街のご紹介をさせていただきます。また会長には最後にお出にいただければと思います。ありがとうございます。はい、引き続きまして、教会通りのですね、若旦那衆3人組ということで、藤崎クリーニング店の藤崎さん、それから春菜屋の高井さん、それから、社食堂の内山さんと3人の方に、レポートしていただきました。
それではもう本当に今会長から仲良しというお話あったんですけれども、若旦那ということで、後継者の皆さんに、商店街をご紹介いただきます。田貝さん、今お父さんが出ておられましたけれども、はい、この番組作るのに本当に皆さんには何度も何度もお世話になりまして、今日もよろしくお願いします。じゃあ初めに VTR を1本、よろしくお願いします。寒いね寒いね。で、おじさんは何年前からやってるの？これ、うん、ここでやってるのがね、うん、何年だ、ちょっと分かんない。そうですね、もう耳がちょっと、ここで始めたのはまだ、この7月だよ。何年になるかな、何年だか分からない。分かんないよ、もう。いや、俺が閉店から帰ってきて、うん、ずんだから、ね。いや、じゃあ今いくつですか？おじさん今いくつ？何ですか？昭和の昭和の27年ぐらい、終戦。おじさんいくつなの今？あか、うん。俺はもうじき数えて90になるんだよ。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、あ、ご存知だからあんまり驚かれないですね。これ何これ？90ってびっくりしちゃったんですけど。すごいですね。かわいいおじちゃんですね。本当になるんだ。ピピッ、ピピッて。だから横向きとも分かるんだ。まあ頑張ってください。どうも。今日はお金を頑張って。タバコ？皆さんの顔見てますから。じゃあタバコ。じゃあどうだ、タバコちょうだい俺の。なんだっけ。全然ケント。常連じゃない。いやいや、毎回聞くんですよ。見当違いじゃないでしょ。見当違いじゃない。これあったらあったら。ほんと可愛いですね。これいくら？300円。はい、どうも。どうも。僕が300円かって聞いてくるんですよ。どうもね。このタバコいくらとおじいちゃんが聞かれるんですか？はい、そうですね。だから僕もね、自動販売機で僕のタバコ売ってるんですが、はい、自動販売機で買わないで、はい、おじさんと会話をしながら、見当違いじゃない、見当、はい、買っております。それでは、次に、またもう一本ですね、このお三人衆にご紹介いただいたビデオございますので、はい、 VTR お願いいたします。中に入れますか？入ったことないですね。入ったことないですけど、入っても大丈夫なんですか？入らせてもらえるんじゃ。ごま私が28の時始めて、はい、もう今78だから。あ、そうです。78。もう一軒ね、教会通り入り口のトンビあったんだよね。あ、そうですか。うん、で向こうがほらやめちゃったから、はい、だから結局は今はうちだけになっちゃったよね。あった、そういえばあった。うちあたりでこれ来たばっかしはね、この界隈で荻窪からね、美容寺、下井草にかけて23軒あったの。トビ屋さん、今たったの3軒だった。だからね、こういう仕事はロード時間長いからね。そうですね、長若い人もいかね。そうですね、自分のちっちゃい頃からもう遊びに行ってるような感じですね。全部ね、お豆腐から生揚げがんもできから油揚げからね、うん、一応全部作ってます。あと豆乳もありますもんね。あ、そう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 、毎日豆乳買いに朝飲んでる人もいますよね。いますよ、豆乳その場で飲み。、うん、だってもうほら、お医者さんやってる人でも毎日取り来て飲んでる人。そうですよね、うん、朝見ると勝手に上げて飲んでますよね。でもそのお医者さんはね、ほら、がんを手術したことあるんだって、うん、だけど、その豆乳を飲んでるために自分は助かってんだっていう。ああ、そうです。毎日取りに来てくれた。おばあちゃんと一緒にやってますよね。そう。困っちゃったもんだから。さあ、行っちゃおう。言われると思ったから行っちゃおう。言われると思ったから取っちゃった。自転車で。それで どこまで行かれるんですか？タウンセブ。あ、買い物。それでおばあちゃんも元気ですよね。傘さして。買い物ができないんです。お父
豆腐屋さんも、はい、ご紹介をいただきました。そしてもう一件ですね、お三人にご紹介をいただいたのがありますので、ちょっと続けて VTR 見てみたいと思います。そうですね、真ん中の方にある八百屋さんなんですけど、八百屋さんは2軒ぐらいあるんですけど、結構八百屋さんとしては毎日市場に行ったりして、今珍しい種なしのピオーネ、これめったに売ってない、種がない。おじさん、自分が好きなのはあのポップっていうか、どこのですか、値札の札なんですけど、あのおじさんが書いてて分かりやすくてはっきり書いてて、自分は結構好きだったんで、これ甘いのすごく、ブドウで一番甘いです。皆さんにカメラを持っていただいたはずのおじさんも持ってくださって、はい、はい、私いろいろ散々撮ったみたいですね、はい、香りはね、これがいい、これがいい、これは誰ですか、そのこれ八千草香る、あ、すごいね、隣が六番虫さんなんか並びが悪いんじゃないですか、ね、ちょっとね、格がね、でもおじさんなんかやっぱ手つきがいいね、そのなんかこう果物を持って測るような手つき、うん、すごくいいね、何でもやるよ、あ、これ自家製ねこれは、それで自分で、自家製で梅干しとか、らっきょうとか、結構梅干しが家で漬ける人が多くて、雑誌に載ったということで、はい、ありがとうございます。なんか皆さんは今教会通り綺麗なイルミネーションになってますけど、ああいう飾り付けで上に登られたりとか、もう他、この間の商店会のイベントでは出店をやりましたね、はい、まあ、若いんでやれることはやります。やっぱり本当に仲いいんでね、はい、上も下も何でも言えますね、自分は誰に対してでも。さらにこの後はまだまだ田貝さんも出演される VTR で出てきちゃうんですけど、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次はですね、アロエベラジュースの平井さんにですね、突撃インタビューをですねやっていただきましたので、そのビデオをですねちょっとまず見ていただきながらお話聞きたいと思います。初めてビデオ、はい、中撮らせてください。初めてとは思います。え、作って売ってる和菓子屋さんのご主人です。こちらで作る、もう出来上がって全部お店に並んでます。ねえ、作ってるところが終わっちゃって残念でしたね。頑張ってる2代目です。こっち向いてください。今何やってるの、それは。今どら焼きのあんこを作ってる。ああ、すごい、へえ。豆大福とかは親父が作ってるんですけど、親父、はい、おまんじゅうとか、そういうのは昔から変わらないもので、あと季節に応じて栗が出る時期とか桃が出る時期とか、そういう時期にはやっぱ違うお菓子を作った方がいいんで、それを自分が考えてやったりしてます。どうしたの？今ね、撮影してんだけど。俺の？うん。春菜屋のいいとこってどこですか？そこです。春菜屋ここですか？はい。あ、春菜屋って書いてあるね。はい。あ、こんにちは。どうも、何が好きですか、春菜屋のお菓子。ね、切り餅です。あ、切り餅ですか。はい。映ったかな。映った。切り餅ですね。はい。ここの鶏肉屋さんも。はい、どうも。この焼き鳥も美味しいし、全部ここで焼いてますので。何を特別宣伝してほしいとか。
困っちゃう。え、あんまり忙しくなると困る。今日のおすすめだって。今日のおすすめ。今日のおすすめ、別に今日のおすすめって作ってないんだけど、毎日おすすめよね。そういうことね、箱だよね。箱？箱ね、焼き物。行くはほら、どこでもあるよ。うん、ああ、この辺ね、この辺。じゃあ帰りに行きます。お客さんに喜ばれるものを、精一杯作るという、ね、なんか自分が食べて美味しいものをお客さんに提供されて、ほら、こういうところは固定のお客さんがいるから、次まで来てもらうと困るから、そのためにはね、いろいろ工夫して。なんか、あきおちゃん、あきおちゃんってね、おじさん呼ばれて、ね、本当にここも仲良し、キーワードは仲良しで、もう本当に早く行かないと売り切れてしまう人気のお店なんですね。お菓子屋さんの奥なんて初めて見ましたからね。あの、あずきおに初めてなんですよ。初めて、うん、だって普通は入らないじゃないですか、カメラの、あの威力特権 で、ね、はい、いや本当に素晴らしい特権です。ありがとうございました。それでは、続きましてですね、今いろんなこう教会通りの顔をご紹介させていただいてるんですけど、またちょっと違う、形で、教会通りのマダムお二人にプラス私みたいな形で、あの教会通りをご案内いただきました。よろしくお願いします。ラブサンバディという、雑貨のお店をやっていらっしゃる山岸さんです。よろしくお願いします。じゃあ山岸さんと、今 VTR に出てこられる、30プラスの田中さんに ご案内いただいたんですけど、まず VTR ご覧ください。お願いします。30分フィットネスの30プラスです。有酸素運動とそれからマシントレーニングで、はい、皆さん綺麗になってます。オレンジ色の可愛いスタジオになってます。15歳ぐらいから80歳ぐらいまでの方がいつも楽しげに運動なさってます。ダイエットはもちろん腰痛、膝痛、肩こりの方はぜひいらしてください。たった30分いつでも予約なくやっていただくだけで、皆さん最高で、ウエストで20センチ細くされた方もいます。皆さん健康と綺麗は30プラスにお任せください。お待ちしてます。今度は商店街の真ん中ら辺にありますラブサンバディさんセレクトショップになります。オーナーの安子さんです、はい、こんにちは。ポルトガルの方に行くんで、一緒に可愛い洋服とかアクセサリーがあったら一緒に入れます。すごいですね、ポルトガルに食器を買いに行かれるんですね。まあ陶器が好きだ、ポルトガル、南ヨーロッパ系の陶器が好きで、あの絵付けもしてるんです。そうなんですよね。オリジナルの陶器も作ってて、もともとこういう陶器の絵付けをやってて、ポルトガルのが好きなんでちょっと入れてます。山岸さんが描かれた。あ、そうです。これ山岸さん描いたんですか。ここで、ご希望の絵付けをすごい。みんなアーティストですね、ここ。ここすごいですね、みんな。これ山岸さん描いたんですか、これも。これは今まであのお客様から頼まれて描いたものとか、自分で描いたものとかです。これはあのお誕生日とか出産祝いとかで人気があります。これはサンプルなんですけど、こういう小物入れとかちっちゃい。すごいですね。はい、取材陣の高橋さんが買い物モードに入りました。はい、途中からもう途中から全然お仕事モード外れ、はい、物色に入ってます。はい、実はこの商店街通り商店街のこのマップご覧になられたでしょうか。この絵を描いてくれたのは実は山岸さんです。みんなありがとう、徹夜だったそうです。みんなありがとうございました。お礼をしましょう。ありがとうございました。絵付けはあんまり強調、山岸さんも強調されると。そうですね、あの結構あの大変なんで、ポルトガルの方にこう買い付けに行かれて、はい、ということで、あと他にもこう回っていただいたお店で、あのご自分があの60歳になってからお店を開かれて、それまでこうずっとこうしっぽ焼き作っておられた方の、なんか本当にこうケジュリーさんですね。はい、ケジュリーさんですね、うん、アーティストっていうか手作りのものをこう出しておられるお店とか、なんか奥に入れば入るほどあのいろんなこうお店があるんだなっていうのをこう2人と歩かせていただいて。そうですね、私もなんかあの営業時間とかが重なってるのでなかなか行けないんですけど、あのちょっとねお伺いしてみると、
本当になんかディープなっていうか、それぞれ特徴があって、アンジュさんとかもちょっとこわもてのおじさんなんですけども、結構なんかちょっと派手好きのマダムとか好きそうな、お洋服とかも、すごく優しいんですよ。そうですね、実はとか言って怒られちゃうので、でウィンドウとかすごく綺麗に可愛くディスプレイを探されてるんですよね。でお店の由来のワンちゃんもお店に、出ていらっしゃるということで、はい、またこうさっきのお三人衆とか平井さんとはまたこう別の雰囲気の協会通り商店街を、そうですね、衛生病院の方が産婦人科が割と有名で、それで病院帰りの妊婦さんとかよくいらっしゃっていただいて、結構30代40代の若い奥さんたちが、ブラブラ歩くのにも楽しいと思います。そうですね、はい、私もすっかり途中からどのお店でも買い物を行って、田中さんと2人で、はい、楽しませていただきました。そしてこのマップも山岸さんの手書きということで、教会通りにたくさん今置いてありますから、ぜひお手に取って歩いていただけたらということでございます。はい、ありがとうございます。山岸さんどうもありがとうございました。本当に商店街の中、本当に仲良しの、皆様という感じが本当にいたしました。本当に最後にですね、テーラー中山の中山さんと再度商店会長の斉藤さんにご登場いただきまして、またちょっとお話を伺いたいと思います。今日は本当の一部ですけれども、本当に皆様にビデオを持っていただいてご紹介いただいて、もう本当にありがとうございました。どういたしまして、教会通りらしい形で映していただいたように思います。どの辺が一番らしかったですか？そうですね、やっぱり優しさというか温かさというか、とてもほのぼのとした感じが、あれが私たちとてもいつもお客様からも言っていただいているような雰囲気だったんで、なんかこう街を商店街歩かせていただいている時にも、いい形でこう代替わりできたらいいなって、会長おっしゃってたのがすごく印象残ったんですけど、いい形で自然にこう世代交代していきたいなっていうのが私の望みなんですけどね。実はね、他の商店街は今後継者でとても苦労してるんですけど、うちの商店街はあまりそういうことがないんですね。で、私たちの世代で、で中山君の世代で、それで若い人上手にこう今移りつつある。僕たちがやっていくのは結局先達たちがやってきたことを受け継いでいく、受け渡していくっていうのが仕事なんで、それ会長本当見事にやってくれてますからね。そうした歴史を無駄にしないように、今の若い連中がどんどんね育っていくように、もう十分育ってますからね、安心してバトンタッチしていくっていう、それがもう教会通りの最高のいい状態じゃないですか。中井さんからね、はい、いくらでも自慢話いくらでも出てくると思いますよ。そうですね、もういくらでもお時間いただければと思いますけども、でもね、宝物です。私も本当にね、うちの商店街の宝は彼たち今3人しか出てませんですけどね、まだまだたくさんいらっしゃるんですよ。からそれが宝ですよね、人が自慢でしょ、で若い連中だけじゃなくて、そのお父さんやお母さんたちも自慢じゃないですか。です、ね、女性部はイルミネーション飾り付けも皆さん本当にこうすごいでしょ、あれ見ていただいて、私も溝井さんも見せていただいたんですけど、見ていただいて本当に良かったと思いますし、通る方がやっぱり、こんなことやって飾ってくれてるんだっていう声が随分聞きますよね。あれはお礼をいただくんじゃないんですか。こんなに綺麗に飾ってくださってって、奥の方 の普通のお家の方なんですけど、何か皆さんに気持ちをっていうことで再三お断りしたんですけどね、それはもう私の気持ちですからって、あれはもう嬉しい ね、本当に嬉しいですね。いや本当に皆さん一致団結っていうか、飾り付けもですね、すごくコンビネーションよくって言いますか、商店同士の距離が近い、その分もっとですね、お客さんとの距離もなんか近いような気がするんですけど。あ、本当ですか。車が入りにくい、あそこは車が通ってもいい場所ですけれども、通りにくいという
まあ、物理的なというかね、そういう立地もありますからね、前にね、道を掃除しましょうってやった時に、自分の店だけ掃除しようとしても結果的に6軒ぐらい掃除できちゃうんですよね。そういうような、本当にこう狭い道というのが最高にいい立地としてね、利用させてもらってますよね。12月6日のみんなおいでよも、はい、ものすごいお祭りみたいな人で、そうですね、会長さすがですね。いや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 、私じゃないですよ。もう本当にもう皆さんにね、ご覧いただいているように、あのポスターも手書きですし、ね、チラシも秘話が取って、パチロ押さえてありますから、はい、民謀商店街だ、これ手書きですか。いや、もう手書きが素敵です。やっぱりすごく目を引くと思います。そうでしょうか。でこれがクリーニング屋さんの毛布の入れ物でビニールというふうに、すごいアイディアですよね。ちょっと見て、これほら貼って貼ってあるでしょ。本当ですね、再利用なんです。再利用だね。わかりません、わかりませんでしょ、はい、でね、あんまりピタッと貼らないんですよ、剥がしにくいから。すごいでしょ。そこまでバラさなくていいよ。いや、もうこれを見たらみんな来たくなります。チラシもね、手配りなんですよ、あれ。手配りなんです。もう3000枚吸ってるんですけど、もうそれぞれが分担してポスティングして歩いてるね、うん、最後にお一言ずつ、もう再三話出てますけれどもね、本当に青梅街道の喧騒から、一歩入ることで僕たちの商店街がある。でそこにいろんな人がいて、いろんなお店があって、今回多分ご紹介できてないけれども、飲食店だとか、時間もね、朝早くのお豆腐屋さんから始まって夜遅くまで営業されてる店があって、そういう人たちがいて成り立ってるっていう自慢の商店街です。会長もじゃあ最後に一言。そうですね、今まではそうでもなかったんですけど、商店、教会通りで商店会、商店をお店を開きたいからって言って新しい方が入ってきてくださってるんですね。これって本当にありがたいことですし、また違ったいい形で進んでいくと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ鐘の鳴る町、教会通りということで、今日は本当に教会通りの皆さんに、ビデオを持っていただいて、初めての方もいらしたとは思えないような、これも手作りの仲良しの番組を、はい、作っていただいて本当にありがとうございました。こちらこそ、はい、これからもよろしくお願いします。じゃあ皆さん、教会通りにぜひ遊びに、お買い物に、行かれてください。本当にいいところです。楽しいですよね。商店街ってこんなにいいところだなって実感できます。はい、はい、それでは今日は、杉並の、カフェホール、With You さんから、お伝えをいたしました。どうもありがとうございました。さよなら。